皆さんこんにちは。っていうかあれ続きですけど、はい、グダグダ料理教室の第54弾のバナナケーキということでですね、今、バナナケーキが焼き上がったようなので取り出してみたいと思います。じゃじゃん、熱いですよ。熱いですので、ここでは火傷に注意しましょう。ちょっと待って、熱いわ。めっちゃ熱いのでね、こう取り出すときのようなトーションとかミトンとかね、そういうのを使って、やけどしないように取り出してください。はい、じゃん。はい、こんな感じで曲がっとるやん。バナナケーキ焼き上がりました。で、あとこれで、冷まして感じなんですけれども、とても美味しそうですね。バナナのね、いい香りが、ね、して美味しそうです。で、ちょっとこれね、焼けているかどうかちょっとね、中央に刺して確認。で、ここに何もついてこなければ焼けています。で、今日はですけれども、うちのオーブンは、だいたい180度に予熱して35分焼けばこんな感じになりますが、でも各家庭によって使っているオーブンとかの種類ですかね、メーカーとか、それも、違うと思いますので、ご家庭でお使いのオーブンの状態に合わせて、温度時間の調節はしていただければいいかと思います。で、だいたいそうですね、40分までは焼かなくても大丈夫かなと思うんですけれども、だいたい180度に予熱して30分から35分前後で、焼いていただければいいかなと思います。はい、ということで、第54弾バナナケーキでしたけれども、で、毎度のことながら、何かやっても上手にできないという。難しいですね。で、喋りとかってほんまにね、ぐだぐだな感じになってしまいましたけれども、な感じで仕上がりましたので、ぐだぐだ料理教室第54弾のバナナケーキは、これで撮影を終わりたいと思います。それではね、また次回ね、このような感じで、また言葉をできるだけ噛まないように頑張ってできるように努力したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。